さあ、ブラジルさん、ただいま枠明け待機中ですね、コラボ、参加者の、申請を待っているところです。そしてリスナーの皆さん、こんばんは、東京人さん、勝手に自治協会のブラジルです。さあ、今日の、毎週23ですけれども、ですね、なんと我が家ですね、現在、いろいろ立て込んだ状況がありまして、まあ、ここだけの話、息子さんが今受験なんですね。で、明日一番大事な受験を迎えているという、状況でして、今日その前日なんです。今同じ部屋で息子は一生懸命、最後の最後の最後の一絞りの勉強をやってるんですね。そんな隣席で、隣でいきなり父親がツイキャスを始めるという、まあ、普通の受験生だったら激怒なんでしょうね。うちの場合は息子がもう諦めきってて、私のこう喋りに我関せず勉強続けて、今じろりと睨まれました。そしてなんと明日早いんですね。だから今日は必ず12時まで寝かせろというふうに言われてまして、ということで皆さん、今日はパスパスいきますよ。はい、コラボ申請が来ました。コラボしてます。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。マリさんが来てくれました。同じこと言いますけど、今週も1週間早いですね。早いですね。あ、もう一人コラボ参加リクエスト届きました。さあ、じゃあコラボしてみましょう。2人目のコラボさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。聞こえますか？聞こえますか？新しい声ですね。聞こえますか？バラゲルさん、あれかな、ヘッドホンしてないかな、はい、俺の声がね、エコーバックで入っちゃってるね。あら、じゃあちょっとヘッドホンにしますね、うん、ぜひお願いします、はい、多分これパラゲルスタジアムです。あ、スタジアムじゃない、パラゲルスタジオですね。それぐらいの時差があるってことですかね。今のはね、多分ね、あ、そうだね、僕の声が多分スピーカーから出て、それをマイクで拾ってるって感じでね。さあ、視聴者の皆さんも続々やってまいりました、東京23 FC ファンさんが、あれ始まってますかということで、始まってます。始まってます。はい、そしてザキパパさんもこんばんはということで、こんばんは。パラゲルさん、初めてだね、声で出演ね。初めてですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。視聴者の皆さん、あんまりね、パラゲルさんの声はね、聞いたことない人いるかもしれませんけどね。そうでしょうね。本当は実況中もね、マイクかぶしてね、本当会話しながらね、試合の中継やりたいんだけどね。無理ですって、そんな。そうほとんど千手観音みたいにさ、あんだけの機材をこうリアルタイムで操りながらさ、かつ俺のくだらない話に付き合うってなんかすごい辛そうだもんね。だって実況中さ、時々俺がくだらない話してるとヘッドホン外してるよね。いやいや、そんなことないですよ。俺アホチプレイだな、今俺一人で喋ってるんだなとか思ってるんですけどね。はい、皆さん、この人パラグレさん、あとでマジや自己紹介するからね、はいはいはい、東京人選手 C ファンさんから、毎週23今日も聞いてますということで、ありがとうございます。みんな大きな拍手を。あ、さあ、コラボ参加リクエスト続きましたね。コラボしてみましょう。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。俺たちのヒーロー、原の GM がやってきましたよ。このヒーローはね、疲れてます。お疲れ様です、はい、僕の言ってるヒーローのヒーローはヒーローコンパイのヒーローですからね。コンパイ中です。コンパイ中です。コンパイ中ですね。コンパイ中ですか。今日ちょっとね、いろんな事情がありましてね、私子供が受験生なんですよ。で、必ず12時までには 寝させてくれって言われてましたんで、今日はビシッと、うん、終わらせますのでね、皆さん1時間たっぷりと遊んでさっさと終わりますよ。いいですか？ありがとうございます。気合い入ってきました、ね、さあ、じゃあ受験なんですね、皆さん準備はよろしいですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ入ります。
はい、時刻は23時を回りました。東京 23FC と実況隊のコラボ番組、クラブとファンの夜のたまり場。僕が毎週と言いましたら、ゲストの皆さん23、そして視聴者の皆さんも23と声を合わせてやってください。さあ行きます。毎週23、ありがとうございます。すごい、隣で受験生が俺を睨んでいる。息子頑張れよ、明日ちゃんと12時までに終わらせるからな。頑張ってください。さあ、2021年2月17日、毎週23がスタートいたしました。本日第6回のテーマは出会いの数だけ別れもあるさでお送りいたします。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日のスタッフ、そして出演者をご紹介いたしましょう。まず私メイン MC を担当しております、東京23勝手に実況隊の実況 MC ブラジル36です。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そしてここから自己紹介ですね。さあ、まずはアシスタント MC さん、どうぞ。はい、一番好きなアイスはココナッツサブレサンドアイスです。サポーターのマリです。よろしくお願いします。今日はアイスシリーズで来ました。はい、なかなか来ないんですよ。チョコレートシリーズでした。そうですね。さあ、そしてレギュラーコメンタリーの、方どうぞよろしくお願いします。これいつも僕ですか？そうだよ。このタイミング僕ですか？いつも分かってなくて。そう、はい、これ僕なんですね。はい、じゃあレギュラーコメンタリーどうぞ。アイスですよね。忘れてた。アイスだ。アイスはね、あれですよ。やっぱり。酔っ払って帰って、コンビニ寄った時のピノを食べながら歩いて帰るアイスが一番大好きな GM の原野大輝です。よろしくお願いいたします。イェーイ、原野さん、ようこそ。グダグダ。さあ、そして本日のね、この人スペシャルゲストっていうのもなんか変なんですけど、一応今日はねスペシャルなゲストが来ております。はい、よろしくどうぞ。はい、実況隊でいつもカメラを回してます。好きなアイスクリームは、ハーゲンダッツのバニラです。パラグエルです。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。さあ、なんか今日はアイスで締まりましたね、皆さんね。さあ、マリさん、あのリスナーさんのコメントの、ね、はい、お願いします。では、はい、では毎週23は皆さんのコメントで作る番組です。常連さんも初めて聞いてる方も、23サポーターも他のチームのサポーターも、選手でもスタッフでも皆様ぜひぜひコメントお待ちしております。面白いコメントはどんどん拾っていきます。あとですね、番組で取り上げてほしいテーマや質問などございましたら、ツイキャスコメントまたはツイッターにハッシュタグ東京 23FC もしくは毎週23をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当ね、ウェルカムでね、どんな人でもいいよね、はい、サッカー好きな人だったらね、うん、はい、はい、ありがとうございます。さあ、どんどん行こうね。今週のトピックスのコーナーに行きましょうということで、今週あった23ネタをお送りします。なんかちょっと周りでぐちゃぐちゃね、ごめんね、家庭内音とかうるさくて、大丈夫ですよ。なんか俺がね喋ってるのをね、部屋の外に聞かれてるんじゃないか、近所迷惑なんじゃないかって部屋の外に行って今検査してるんですね。受験生が俺に、そんな大きい声喋ってるんですか？いや、なんかやっぱ家庭の中でやるのってなかなか大変。あ、ごめんなね、リスナーの皆さん、いろいろあるんですよ家庭にね。さあ、番組に戻りましょうね。さあ、23トピックス、はい、今週の、一つ目のニュースは私がまず読み上げます。はい、今週のトレーニング、渋谷シティとトレーニングマッチということで、今週もね、はい、トレーニングが行われておりまして、特にあの、はい、我々の中でね、 SD というあの名前でですね、あのあだ名でですね、ナス D みたいですけどね、あの SD 砂川スポーツダイレクターがですね、 FM 江戸川になんと出演してました。トレーニングの様子をツイートしてもいますということで、SD がですね、ちょっとツイートしたのを読み上げましょう。ちょっと砂川さん風に、はい、週末はトップセカンドユースでトレーニングマッチ4試合、
各カテゴリー課題を整理して今週取り組みます。ユースゴールキーパーがセカンドに連日帯同し積極的にチャレンジしてくれたこともクラブとして大きな収穫。トップとセカンドはもちろんのことながらセカンドユースもより移動ですね、選手の入れ替えを活発にしていきたいと感じた週末でした、というすごく砂川さんらしいね、あのいいコメントをツイートしてましたね、はい、砂川さん会ったことある？わかる、はい、あのわかります。あ、本当ですか。あのね、はい、若い衆でね、すごくいい感じの男子ですよね。いいですよ。そうですよね、いいですよ。ね、俺砂川さん結構大好きなんですけどね、あの下向きでこうなんていうの、下からこう見上げるようなこう揺れしたのが結構好きなんですけど。これも聞いてるんだろうなきっとな。原野さん、いきなりタイミング悪くなった原野さんに振ってしまおうという。今週のトレーニングとかトレーニングマッチで何かこうファンの皆さんにお伝えしていただけることはございますか？いや、その前に本当 SD のチェック激しいんで、これもちゃんと聞いてるんで怒られちゃうんで余計なこと言わないでくださいって怒られちゃうんですよ。SD 聞いてんの？やっぱり。いや、聞いてアーカイブで2回ぐらい聞いてんじゃない。ああ、なんか先週タカさんにもなんか俺怒られたんだよな。腹黒いって言うなみたいな。やっぱね、アーカイブダメですよ。アーカイブでなんかみんなね、車とかでちょっと垂れ流して聞いてるんですよ、適当に。やっぱりね。やっぱ夜な夜なやってるこのノリと、やっぱいきなりそれを昼聞かれたら、ちょっとやっぱ、テンションがあったとか。だって、チャラキングなんていう話を昼聞いたら、やばいよね。やばいか。アーカイブだからやっぱ生、これだから生じゃないから、これほらまた真面目に喋ってください、うん、GM ってまたウェクサさん、これまたコメント来てんの。マリさん、俺ね、コメントね見えないようにしてるからね。マリさん、コメント拾ってね、どんどんね。あ、で、マホさん、マホさんも入ってきましたよ。あ、本当？あ、その辺拾ってね。はい、ありがとう。ちなみにその江戸川 FM 江戸川の方に出られた時に、うん、あれですよね、注目選手はって聞かれてたんですよ、 SD、 あ、砂川、はいはい、SD が、うん、はい、うんうん、でその時の答えが靴掛け元気でさんでしたっていうことを言ってます。お、元気さん、爽やかキング、はい、って言っておりました。多分この毎週23の情報をパクりましたね、スリーは。あ、そうだね。あ、でもみんなからこうね、まあでも注目される選手に今年はなるんじゃないですか。そうですね、一番、はい、元気さんの塚家さんはもう注目していきましょう。そうですね、聞いてたらぜひあのコメントくださいね。あ、今の時間聞かないでいいよ、早く寝てね、明日アーカイブでいいから。練習行く途中とか。で、原野さんどうなんですか、今週のトレーニングとかトレーニングマッチネタは何か言えることないの？いや、全然もう言えること、うん、あれですよね、トレーニングマッチ よかったですよ、今週も。あ、よかったですか。はいはい、はい、いろいろなんか渋谷シティさんがちょっとだけハイライトの動画出してくれてたんですけど、結構あの紫の23のあの動きが良かったというか、あのいい具合で仕上がりつつあるなと思ってるんですけどね。はい、でも一番良かったのは、うん、あっちのペイでしたけどね、うん、あっ、良かった。ちょっと今ザキパパさんからメッセージが、ま、始まってさ、うんうん、読んでただい俊平は元気でしたかって書いてあったら、ちょうどこう言おうかなと思ったところでそれが来たから、ちょっとさすが皆さん、ただい俊平は元気でしたね。元気なんで、あのほら、なんでこの番組でほらペイの話題はほら禁句なのにさ、もう番組の10分程度でいきなり出てるんだよ。早いな。いや、渋谷シティさんの話したらそれは出てきちゃうじゃん、うん、やっぱりそれは、うんうんうん、まあ今回はいいじゃないですかね、うん、トレーニングマッチした。まあそうですね、そうか、はい、ネタにちゃんと入ってるもんね。いいゲームでしたよ、本当に、うんうんうん、本当お店で動画もだからそうなんですよね、一応だからやるのは
なんていうか、いろいろこう、来たりとか、うん、まあ、集まったりしちゃうと、あれだから、引こう感じなんですけど、うんうん、まあ、結果はちょっと、うん、まあ、今後はちょっと出していこうかなって、うちらも確かにそうだなっていう話はちょっとしてたんで、うん、はい、トレーニングマッチはね、動画の公開、なかなかこう神経質使いますよね、実況体もね、まあ、あのパラゲンさんとよく相談して、あのやっぱスカウティングされちゃいけないことは動画しないようにしようねとかね、そうですね、ちょっと無理ですね、話してね、はい、そうそう、この辺はクラブが出してくれればね。うん、はい、今回はだから僕ペイのフォーカスビデオを僕一人で撮ってたんですよ、うん、それをソレイユさんのオフィシャルで上げたらどうなるかなって。それってさ、移籍した先方のクラブの選手でね、またこうあの番組を作るという、シベスティさんに怒られちゃうね。いやでも本当に、ちなみに結果、うん、はい、うん、結果が5対2だったっていう感じで書かれてたんですけど、うんうん、うちの選手誰がゴール決めたんですか？お、あ、決めたのは、うん、あいつですよ、うちのストライカー、ストライカーですよ、ストライカー。ストライカーだね。え、誰がストライカーかわからないですか？だって選手いっぱい入れ替わっちゃったからさ。誰これはでも、うん、あれかな、うちの、まあ、いいや、エース、それはじゃあ今度動画で、じゃあ、はい、なんかまた楽しみにしてきます、オンラインサロンの方で、またオンラインサロンで今2人でな、そうだよ、また2人で喋ってオンラインサロンの話じゃないの。本当性格悪いよね。いやいや、あのやっぱりあの価値あるものはやっぱお金が必要ってことですよね、うん、やっぱり。あ、まあそれはそうだよね、毎週23なんか価値ないもんね、どうせね。いやいや、ここでもいろいろ情報は流してますよ、まあ、いいです、ありがとうございます。あ、でも本当にあの試合はあの、うん、良くて、あの本当、はい、ずっとうちがリードしてこうやって、うん、で、うん、あのいい感じで終わるかなって思って、今年トレーニングマッチでも失点してなかったんですよ、なんかいい形で。あ、それはすごいね、うん、ああ、で、うん、だけどやっぱペイが入ってきたら流れが変わっちゃって、あいつに初失点喫するところだったんで、ね、そこだけは防いだんでよかったです。でもアシストしてるみたいなこと書いてあったよね。ね、そう、クロス、いいクロス上げてたらしくて、うん、あ、誰が言ってましたか？え、本人が何かに書いてあったよね。あ、自画自賛、なんか、あ、自画自賛っていうか動画上げてました。あ、やっぱり、え、やっぱりペイだな、はい、俺を見ろみたいな。そう、もうちょっとね、ペイも喋りすぎ。ごめんなさい。まあまあ、いい試合、セカンドもトップもいい試合でした、週末、うんうん、いいゲームができましたので。あ、セカンドも 5対2だったんで、もうそうですね、 FC コリアと、ね、はい、ね、あ、コリアとやったの、すごいじゃん、はい、へえ、はい、まあ、でユースも何、結構頑張ったんでしょ？ユースも、はい、頑張ってますね。ユースもじゃあ新しい子が随分入ってきたんですか？あ、そう、あ、ユースはまあ 1,2 年生で、新しくまた中学生の子たちの3人、はい、いいですね、真帆さんから、ね、うん、真帆さんから TM の動画を見れたら分析したいですね、うん、と来ておりますよ。そうですか。ま、ちょっとまだ丸裸にされると困るんで、ちょっともうちょっと。あ、そうだね。あのピーいっぱい入れてね。あのつオンラインサロンに入会していただければ多分いいと思います、ね。あの、み、で、真帆さん見は、あの見たら、あのキャプチャー、動画キャプチャーして俺にひっそり送って。あの答えはコメントで、あのください、後でマリさんが言ってくれます。ね。まあでもクラブハウスの方はあれですよね、オンラインサロンはもう本当にあのサポーターしかいないじゃないですか、うん、だから結構動画とか上げても、あ、まあ、安心して上げられるって言ったら、うん、こう相手選手に、こう相手チームに研究されないっていうところはあるかなって。そうだね、ちょっと安全度はあるかもしれないね、うん、はい。まあ、あの今週もじゃあ23のクラブハウスですので、うん、あ、そうですね、クラブハウスね。
はい、じゃあ皆さん何の話してるのか分かんなくなったな。今週のトレーニングの話からクラブハウス、クラブハウスのね、入会案内の番組です。バイニュースでしたね。さあ、今週発表された新契約選手ということでね、また新しい選手がね、はい、今週も発表になりました。マリさん、まず、お一人目の選手ですね、内藤選手をご紹介いただけますか。はい、埼玉出身のディフェンダー内藤健太選手ですね。若松キッカーズで、はい、早稲田クラブ、うん、フォルツァゼロドゥエーって読むんですかね、ゼロ、なんかフォルツァですね、あれでしたけど、うん、フォルツァです、うん、で國學院久我山高校、うん、そして中央大学に行かれ、うん、2019年 FC 琉球で、去年はアルテリーボ、うん、和歌山にいらっしゃったということで、はい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 、ありがとうございます。原の GM の後輩ということですね。あ、そうですね、中央大だもんね。原野さん被ってはいないよね、いくらなんでもね、25歳だからね。いや僕もまあそうですね、被りたいですけど全然被でも国学院の久我山もね、あの名門ですよね、本当に。このフォル、うん、ごめんね、フォルツァっていう、これ多分ね中学生のチームだと思うんだけど、ここも強いですよ。早稲田クラブって書いてあります、うんうん、そうそうそう、へえ、ね、原田さん、この内藤健太選手はもうお会いになったりとかプレーとか見ていらっしゃるんですか。今、あ、もう会ってはいるんですけど、今ちょっと怪我しちゃってるとあれなんですけど。あ、そうなんだ、うん、じゃあまだまだこれから直してからって感じなんだ。いや、国学院中大って言ったらもうそれはそれはもうエリートですよ、うんうん、中央大学のとこだけ今二重防線引っ張ってこれはあの、あ、中央大学の彼はさらにあれですよ、うん、中大法です、うん、法学部。あ、そうなんだ、エリート中のエリートですよ、もう。あ、そうだよね、中大の方なんて弁護士になるような人が。中大の方なんて言ったらもう無敵ですよ、うん。あ、本当。え、原野さん学部何だったの。僕はやっぱり経済ですね、うん、あ、経済学部、うん、どうですか皆さん、こう原野さんの経済観というかどういうことですか。無言だね。いやいや、なんかまあいいや、次行こう、次のは、ね。はい、そしていやいや、マリさん。いやいや、俺のちょっとなんか成績を疑ってますね。そのいやいやいや、もう、いや、原野さんのことは疑いは何もないですよ。はい、マリさん、坂口選手の、ご紹介をお願いできますか。はい、坂口翔衣選手ですね、はい、ディフェンダーで、小平八章アベリア FC で、次に FC 東京 U15 武蔵で、あ、武蔵、そのあと FC、 そう、 FC 東京のアンダー18にいらっしゃって、はい、はい、で鹿屋体育大学ってところに行かれて、うんうんうん、で江戸、うん、オールユナイテッドで去年はやられていたということですね。なるほど。で坂口選手もユーチューバーです。あ、見ましたよ僕、あのサッカーマウス TV 見た。あ、見てない見てない。あのね、あのね、セレクション行く日のね、朝からね、セレクション終わりまでをずっと自分でね、あのこう自撮り動画やってんの。朝3時とかに起きて、これから会場に行きますとかつって真っ暗の中ね、そう、あの行って早めに行ってコンディション整えるとかつったら、まだ真っ暗で練習場が入ってなかったとか、ね、結構お笑い、いいですよね。そう、マリさん見た。はい、見ました、ね、面白いよね。そう、うん、FC 東京のあの旗が、あの飾ってあるだけ。そうでも、あの YouTuber でネタ的には面白いけどさ、とあの FC のジュニアユースの武蔵と、あと FC のユースってすごいよね、U18、うん、ね、ですよね。 J リーグ選抜の U18 にも選ばれたみたいですよ。 U18 の J リーグ選抜っていうのに選ばれたのが17年です。お、逸材の可能性ありだな。え、原野さんどうですか、坂口選手はもうプレーご覧になりました。はい、いいですよね、やっぱり。いいですか、この実績は本物ですよ。あ、本当楽しみ、うん、しかも若いディフェンダーっていう、うん、あ、どうぞ。 YouTuber 多くないですか。いや、多いよね、多い多い、なんかちょっと、うん、
ちょっとそれは全然 YouTuber やってますなんてちょっと面談の時も言わないで、うん、本当にいやなんかね今日は某チームの高橋優太選手もやってましたね、YouTuber、見ました。うん、すごい面白いですよ。高橋なんですね、はい、そう坂口選手ね、あの今日は某チームのセレクションですとかって言ってあの動画があったから、うちでしたね、え、これ、そう、え、あれうちなのかなと俺分かんなかった、西尾さんだったのかな、あの結構きつ初日がきつかったですとかね、あ、セレクションに参加する人ってこんな感じなんだってすごい勉強になった、ね、え、登録者数どんぐらいいるんですか。あ、まだ少なかったね。両方とも200ぐらいだったような気がしますね、うん、高橋選手も200ちょっとで、うん、今154ですね。あ、ありがとうございます。リアルタイム、はい、じゃあ、このリスナーの皆さんぜひね、坂口翔一選手のサッカーマウス TV っていうね、カタカナでサッカーマウス TV はアルファベットをアクセスしてですね、この番組中にガツガツフォローしてやってください多分10ぐらい増えたら今度ね、あのゲストに出てくれる可能性あるぜひよろしくお願いしますという感じで。それってなんか、みんなこう YouTube やってる人は YouTuber って言うんですか、もうそれでもう YouTuber って言ってんですか、名乗ってんですか、あ、俺は YouTuber ですって。なんだろうね、でも YouTube やってますみたいなことは2人とも言ってますね、うん、はい、あの定期的にね、はい、うん、自分の顔を出して、うん、だから原野さんあれで、あの西葛西の鳩を撮ったりとか、あの西葛西のなんかこう景色を撮る動画はあんまり YouTuber って言わないけど、自分が出てきてて何かこう伝えるものがある人は大体 YouTuber ですよ、うん、あ、じゃあちょっと2人を応援します。じゃあ僕もお願いします、はい、お願いします。チャンネル登録します。いや本当にこれからこういうね、直接のあれですよ、情報発信できる人が一番強いですからね。まあ、あの YouTuber あんまり頑張りすぎるとサッカーがこう下手になっちゃうかもしれないので両方頑張ってくださいね本当にねさあ、一つ、あ、こっちかな、ちょっと待った、曲を少し変えよう、ちょっとお待ちくださいね、本当に、こっちか。あ、ザキパパさんはもう登録してますってなってるやつ。おお、ありがとう。早いな。俺がありがとうって言ってもしょうがないけどな。さすがでね。さあ、ちょっと、落ち着いた穏やかな静かな曲になってると思うんですけど、次のトピックスですね。出会いの数だけ別れもあるさということで、ちょっとみんなしんみりしてみようぜ。毎週23的に離れるけど。さあ、対談の、ね、ニュースが入ってきました。望月達也選手ですね。どうですか、マリさん。望月達也選手の対談は。いや、もう私結構セカンドユニはいつもセカンドユニが望月選手の番号入れてたんで、うん、入れてるぐらいちょっと応援してたんで。はい、うん、すごい、ちょっと涙声になってない、大丈夫、寂しいですね。いや、泣かないっす泣かないいやいや、でもすごい、ちょっと、いや本当なんかこうね、頼れる選手だったんで、うん、ちょっと寂しいなっていうのはありますね。うん、2019年のね、やっぱり一番こう辛い時にね、望月選手が本当にこうたくましく見えたもんね。はい、ね、ちょっと悲しいなっていうのはあるんですけど、まあこれからね、うん、次のまた何て言うんですか、チームでとか、うんうん、まあサッカー続けてくれたらいいなっていうのはあるんで、はい、ね、発表があるといい ね、うん、パラグエさん、達也選手のなんかこう思い出とかある？いや、やっぱりあの入れ替え戦ですよね。あそこでの活躍はものすごい印象的ですよね。そうだよね、うん、一番覚えてますね。あの考えるとさ、うん、そうで、一番本当に一番辛くて一番大事な試合の時に一番こう活躍してたよね。そうですよね、うん、ゴールを決めてる、ね、そう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 、イメージがありますね。そうだよね、原野さんどうですか、望月選手の対談でこうなんかこう、まあいろいろあると思いますけど、なんかこうありますか、コメントは。
いやもう泣いちゃいますよね。やっぱり。いや達也は本当ね、うん、苦しい時本当あいつ一人でこう声出したりとか、魂が結構すごいやつだったんで、うんうんうん、だから、うん、なんていうんですかね、こう本当負けてなんか負けてこうなんかみんな沈んでる時とかあいつだけなんかこう。本当すいませんみたいな感じでなんか 、うんうんうん、次やりますみたいなそういう言葉を言うようなやつだったんで、うん、そう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 、なんかね、いや本当なんかまあまあいろいろ怪我もあったりとかでちょっと、うんうん、昨年末からちょっと、まあ、なかなかうまくプレーもできなかったんですけど、うんうん、まあ、そんなこんなでちょっとまあちょっと対談っていう形になっちゃったんですけど本当、うんうんうん、彼が残してくれたものって結構大きくて、そうですね、いや本当2019年のあの、うん、だからエドリクでね、あのヘディングで決めて、遠い横浜、あれはすごかった。で入れ替え戦であれもヘディングシュートで入れて、うんうん、だからすごいですよね。でもあの、ね、達也が点取って。一番最初に抱きつきに行ったのは僕ですからね。誰よりも早く、タチャーって。タチャーって。間違えたんじゃなくて、いや、もう本当ね、ベンチのやつらより、あの、裏から、もう一番早く来ました。うん、あの時なんか、本当なんかあの興奮は忘れられないですね、でも。そうですね。トイン横浜戦のゴールあったでね。あ、動画出します。いいすね、あ、どうぞどうぞ。はい、マリさんどうぞ。はい。うん、いい、はい、なんかそのいつもこう試合その前半終わって引き上げてくる時あるじゃないですか。うん、その時にいつも、はいはいはい、審判と主審と話しながら戻ってくるんですよ。なんかそれがすごい印象的で、ちゃんとこうなんていうんですかね、うん、その前半に思ったことを伝えるみたいな、ちゃんと審判とのこういい関係性をそこで築こうとしてるっていうのをこう見てて思ってて、いつも、うん、なぜかいつもそうなったんですよ、うんうん、そういうシーンとかがやっぱこう勝たせるために、自分たちが勝つために自分がやらなきゃいけないことっていうのをちゃんとやってくれる、チームのためにやってくれる選手だなと思って、うん、いつもちょっとそこは感心してたんですよね。そうだね、1分1秒大事にしてね、うん、審判さんとねちゃんとこうコミュニケーションを取ってね、そこはちょっとすごいなと思って、うん、気になっていつも見てました、まあ、僕もあのね、あの23見てる パルゲルさんと同じ長さで見てるけど、まあ、中在籍してた選手の中でもやっぱり本当ベスト3に入るようなこう存在感の選手だったと思いますね。ね、まあ、あの次の進路が、ね、どこになるか分からないけれども、本当にありがとうという気持ちと、あとぜひサッカーを続けてくださいという感じですよね。続けてほしいですね。ね、本当だよね、うん、さあそしてもう一人ですね、対談の、ね、情報が入りましたね。こちらもちょっと寂しい話なんですけれども、俺たちの実況隊友達でもある伊藤俊太選手が対談が決まりまして移籍になりましたね、完全移籍、行き先はですね千葉県社会人リーグ一部所属の市川サッカークラブ市川 FC となりました。監督は元東京23 FC の、貴公子川地雄太さんですね。まあちょっと寂しいんですけど、お隣さんということで私はまたお会いできる日があるのかなと思って、まあ、楽しみにもしてるんですけど、パルゲルさんどう、俊太さんの移籍は。ねえ、ちょっと寂しいけども、あの楽しみでもありますよね。 そのうちまた対戦できるんじゃないかっていう気もしててね。そうだよね、そうだよね、本当ですね。まあ江戸川と市川 FC なんか下手したらね、感謝とかで会う可能性もあるもんね。そう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 、ね、でここで渋谷シティが絡んできたらなんかすごい、いやなんかそうですか ね, ね面白い。原野さんどうですか、俊太選手の移籍は。そうですね、やっぱあの渋谷の子と市川の子は仲良しですから。ああそうだそうだ、うん、いい
いい感じになんか盛り上げてくれるんじゃないですかね。うんうん、西葛西のあたりと市川っていうのは距離的にはどうなんですか？そんなに遠くないんですか？時間とかは。そんなに遠くはないですけど、でも、うん、まあそうですね。隣町って言えるぐらいの距離感なんですか？いや、そこまでは近くないですけどね。ああ、そうなんだ。江戸川挟んですぐじゃないんですか？江戸川区と市川市。あ、浦安のさらに奥ぐらいな感じ。そうです、そうです、そうです。ああ、そうなんだ。そうです、そうです。まあ、俊太選手もそうですし、河内監督もそうですけど、まあ、またやりましょう、会いましょうって感じですよ。もし実況やれって言われたら、パラグレさんも多分僕も一緒に行きますんでね、またお付き合いしていただければと思いますよ。そうですね、多分河内監督が、うん、多分一部県一部に昇格させたんじゃないですかね、確か。あ、そう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 、あ、そういうこと。敏腕監督でやって、うん、って電話来ました。敏腕監督電話で電話来ました。すげえな、相変わらずだな。で、その電話もらった時に隣にペイがいました。もう今日2回目だよ、ペイ出演。すごい存在感あるな。ね、あるね。すごいな。どこにでも出てくるんですね。本当だよね。さあ、伊藤俊太選手ね、あとは望月達也選手も、さよならもありま、まあ、さよならもありますけどね、サッカーやってると必ずいつか会えますので、また再会できる日を楽しみにしてますんでね、はい、ぜひ、これからもよろしくお願いしますというファン全員の気持ちを込めてご挨拶させていただきます。失礼します。さあ、あ、ごめんなさいね、新しいネタに行きましょうね、はい、これはちょっと全然何でも適当に書いちゃったんですけど、もし新ユニフォームとかの噂とかあれば、春野さんに突っ込もうかなと思ったんですけど、新しいユニフォームで今お話しできる何か噂とかあるんですか？噂ってなんか僕は知ってますけど。まあそうだよね。どうやって喋ってるかな。いや、色的にどうかなとかさ。いや、そう、セカンドユニが白なのか紫なのかがちょっと気になって、うん、ね、セカンドユニが、ね。あ、マリさんツッコミいいね。あれですよ。ちょっと基本的には白がメインなんですが、うんうん。そうですね。そうなんですか。そう、基本は白がメインなんですよ。うん、で、うん、あ、まあ、基本をさらに言うと、要は日の丸国旗を、まあ、イメージしてると、うん、要は色のバランス的には、要は白赤、はいはいはい、まあ、白ベースに赤がね、うん、白ベースに赤が入るっていうのが基本の、ね、で、いろいろデザインを考えてるだけなんで、で、うん、はい、で、紫は、たまに僕のなんかスイッチが入って江戸紫っていうのを使いたくなる年が来るんですよ。ただそれだけなんで。うん、で、今年はじゃあ先に言うと、これは言っていいのかな？これは怒られないかな？いやいや、来ちゃい来ちゃい。続きはオンラインサンドでは嫌だよ。ここまで引っ張って。今年は江戸紫は使わない。おー、いいのかな、言っていいんだよね、それはいいんだよね、江戸紫は使わない、大丈夫だと思います、別に、うん、楽しみですね、楽しみだね、楽しみ楽しみ、お披露目が楽しみですね、あ、お披露目も、はい、お披露目もそうか、うん、いつ発売ですかって聞かれてますよ、ザキパパさんから。そうですよね、うん、20、あ、1日ですね、1日、3月1日あ、3月1日になる。3月1日に、3月1日にいろいろお披露目します、はい、うん、で、明日リリースします。はい、あ、じゃあ皆さん明日のリリース楽しみにしてください。明日のリリースを楽しみにして、3月1日にはいろいろもうガッと動けるように、はい、まあ今リーグ戦の発表とかも、要は日程とかも多分3月上旬とかになると思うんで、はい、ああ、もうちょっとだ、はい、
あっという間だね。本当ね。今バタ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 いろいろその辺も決めてますので、はい。しばらくお待ちください。はい、ありがとうございます。リスナーの皆さん、ここまで俺たちは攻めましたからね。攻めましたからね。あとは3月1日楽しみにしてね。ですね。さあ、あとは何でしょうか。じゃあ少し話題を変えてみようかなと。ちょっと待ってくださいね。ワンオペは大変だ。さあ、トピックスですね。今週あったサッカーネタをお送りするということで、サッカー界のあんな話こんな話ということで、今日はですね、 JFL 昇格への過酷な道のりというタイトルで、皆様にね、お伝えしたいと思います。あの先日 JFL からですね、JFL と地域リーグの入れ替えに関する事項という発表がありまして、これがね、なかなかこういろんなあの地域リーグのね、関東リーグの皆さんのファンの皆さんをドキドキさせたんですけれども、なんと今年はですね、 JFL の17位が地域リーグに自動降格、まあこれは分かると、うん、JFL の16位のチームが、地域チャンピオンズリーグの優勝チームと入れ替え戦、そして JFL15 位チームが地域チャンピオンズリーグの2位のチームと入れ替え戦、これ中黒点々ね、で入れ替え戦、入れ替え戦は JFL チームが指定した競技場で1試合しか開催しないというね、なかなかこれ過酷ですよね。っていうか、こんなのありなのって感じなんですけれども、これ聞いてみましょう。原野さん、もしお話できることがあれば、してください。なければノーコメントで結構です。いや、過酷ですよね、これは。これちょっとすごいよね。すごい、いや、うん、まあ前々から結構言われてはいたんですけど、まあまさか、うんうん、もうこれ確定ですよね、うん、それ。あ、多分昨日のニュースだと確定ですね。そうですね、前々からまあそれは言われてはいたんですけど、うんうん、まあすごいすごいレギュレーションですよ、今年は。まあコロナの影響もいろいろあるにせよすごいですよね。うん、うん、もうそこの2チームになるだけ大変なのになって、まだ上と対戦しなくちゃいけないなんて、すごい話ですよ、ね。まあ、これ本当ただの一ファンとしてのブラジル の意見というか考えなんですけど、あの、まあ、J3 があって JFL があって地域リーグがあって、まあ、都県リーグとかあるじゃないですか。で、あ、まあ、J3 か J リーグがあって、でこう皆さんこうスムーズに三角形を行き来することによって、はい、日本のサッカー界っていうのがこう活性化するのかなと思ってたんですけど、 JFL のところでこうやってこう急になんかこう水道の線を閉じられたみたいにすると、日本のサッカー界がこう流動化がね、閉じられてこう活性化しないんじゃないかななんて僕は思うんですけどね。まあ、あのどうなんでしょうかねって感じでね。なんかここ、あ、なんかみんな急に黙っちゃったね。しますよね。 JFL だけちょっとなんかこう離れてますよね。なんか上と下を、うん、の間にこうあるって感じが、ね、そう、あのコカコーラのボトルみたいになっちゃってんだよね。その例えちょっと分かんないですけど、あ、分かんない、ごめんね。あ、じゃあひょうたんみたいなこと言いや、ひょうたんのどうみたいな、ね、あ、だからもしくはあれですよ、ラムネのあの、ラムネのあのビー玉みたいな感じですよね、ここは。あ、まあ、そう、まさに今これビー玉だよね。このルールはね、出られないにも、そう、なんかそうそうそう、なんかこうすごい難しい。いや俺今ね、パラゲルス、そう、いいよいいよ、俺パラゲルさんに話振ろうかなと思うんだけど、これ下手してパラゲルさんがいろんなこと言っちゃうとまた放送禁止になっちゃうから、いいですよ、時々なんだけど。パラゲルさん、あの番組が中止にならない程度で言うするなら俺話振るけど、いやいやいや、中止になる、中止になるかもしれないね。あ、本当。まあ、ということですよ、皆さん、はい、あの、まあ、よ、まあでもよく分かんないけど、この中でねやっていくってのあるんですけど、もちろんでも昇格だけがサッカーじゃないからね、あの日々のエドリクとか日々の試合を皆さんで楽しむっていうのがサッカーの一番大事なとこじゃないですか。選手は頑張ってプレーして、スタッフさんは舞台を作って、サポーターがそれを支援しながら、みんなでこうね、共通 の、 あの夢の世界、劇場を作るっていうのがサッカーの一番大事なとこ。そこで勝ち点を積み重ねて上に行けたら御の字だけど、いいと思うけど、やっぱりその日々を僕は楽しまなきゃいけないと、楽しんだ方がいいと思うから、まあ年の最後に考えようね、この話はね。そうですね。
そうそうそう。でもなんかあれですね、よく考えたら JFL だけちょっと本当確かに守られてますよね、うん、そう考えだってみんな4チーム降格とかってなるわけじゃないですか。そうそうそう、はい、J リーグとかも、うん、で自動でなるのに、うん、なんであれなんですかね。確かに、うん、だから JFL の多分だからいろいろチームの事情で落とせないようなチームが多分あるんだと思うんですよ。でもそしたらもう JFL は JFL だけでみんな実業団リーグとして別組織でやって、地域リーグから J3 とか J4 を作ってもらってあげるようにしてね、スムーズに行き来できるようにしないとね、クラブがこう発展していかないんじゃないかなって気がするんですけどね。あでパラゲルさんが多分言いたいのかなみたいな。いや今のパラゲルさんの気持ちを僕が代弁してる。 ありがとうございます。もう読み人知らずっていうですね。読み人知らず。まあでもね、でもごめんなさい、原野さんどこまで言って、まあ原野さんもねお立場的に簡単に喋れないと思うけど、ちょっとまあもやもやした状態でもまあサッカー続けなきゃいけないからみんな頑張ろうぜって感じでしょうね。うん、さあそしてね、今日から始まる新しいコーナーなんですけど、今日のベストツイート、あ今週のベストツイートつって私がね、ツイートの中でこう。いいなって、このツイートいいな、今週の俺の気持ちを代弁してくれたなっていうのを見つけたらお伝えしたいと思うんだけど、今日まさにこうやって猫人さんのツイートを紹介させてください、はい。JFL のねやっぱりこの昇格降格のね、ツイートに対してリツイートでついたんですけど、これ23が入れ替え戦であのチーム倒して昇格したら最高に気持ちいいだろうなというね、一言ツイートがありました。キンコーンキンコーンって感じで私はもう鐘を鳴らしたい感じなんですけど、あのチームがどこかとかね、そういうのはね勝手に皆さん邪推してくださいね、私は何も言いませんからね。どこですか。どこですか。どこですかね。どこですかね。もう原野さんほら一言も言わなくなったでしょ。黙っちゃったね。黙っちゃったね。はい、そう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 。まあでもいろんな環境の中でね。でもあれですよね、これ入れ替え戦がその J の指定場所っていうことは相手のチームのホームに行くことの方がまあ確実に多いと思うじゃないですか。多いまあほぼ確ですよそれは。ですよね、うん、そうするといろんな地域に行けるってことですよね、うん、あなるほどね。あそういうのもあるね。そうそう、だからすごいそういう意味では楽しみはじゃないですか、なんか、うん、分かる分かる。アウェーに乗り込む感じちょっと超やりたいな。うーん、ちょっと行きたいなっていうところいっぱいあるなと思って今。あまた旅行とかそれでね。はい、ちょっとそういう楽しみとしとくのがいいかなと思って。はい、前向きになれたよ。頑張るよ俺も、はい、うん、みんなだから地域チャンピオンズリーグ目指してね、はい、JFL チームぶっ倒して上に上がろうじゃねえか。はい、まあ、それがあのチームだったらいいなって感じです。やばい、いろんなこと言いそうになったんでちょっと。そうだね、はい、はいはい、話題を変えましょう。さあ次のトピックスいきます、はい。今度の新しい、はい、今日の、まあ、スペシャルのコーナーですけど、タイトル「あんな映像いいな、できたらいいな、実況隊パラグエルの機材沼」ということで、今年で配信8年目、実況隊のライブ中継あれこれをパラグエルさんとおしゃべり、ライブ配信の新しい楽しみ方を考えたりしますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのパルゲルさん来てるんでちょっと実況隊のね、はい、コーナーなんかも入れてみましたけども、もう8年目だよ今年で。長いね、長いね、よく信じらんないね。よく続いてるよね。春野さんもよく続かやらせてるよね俺たち。結構やりたい放題やってるもんね。正直原野さん聞きたいんですけど、やばいなこいつらって思ったことないんですか。いや毎日ですよ。本音が出た本音が出たね。いやそれはもう毎日この人たちやばいなって、それはそう思いますよ。やばいよね。いやだってもう年々だって、うん、カメラだったりなんか解説だったり実況が進化していくじゃないですか、なんかこれはもう、うん、ありがとうございます。なんかもうなんつうんですかね、なんか
すごいですよね。いや俺本当今年だって俺ダゾーンかと思いましたもん。あのエブリプリセットしてるいや僕もね、あの相方の一人としてね、あの時々ね心配になるんですよ、パルベルさんの家庭が。あの機材のあの実況隊ね、あのなんだスラックでやり取りしてるんですよ普段パルゲルさんとさ。で急にねなんかカタログ送ってきて、どう思うこれってだけ書いたんだよ。でそれはあのその機材のなんで、ね、スペックとか性能を言ってんのか、これを買うとうちの家庭がどうなるか分かんないから答え悪いんだよね。まあまあだねとかって書いて答え出すんだけど、いやそう、うん、でもブラジルさん、あの中継車はでも買わなかったでしょ、うん、一応あれね、あれ買ったら本当おしまい、ね、いい中古の、ねね、中古の中継車でいいのあったんだよね、うん、あったあったあった あった。あのもともとあの某民放局がそう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 、マラソンの中継に使ってた中継車が売りに出てたの、でちゃんとね放送席がね車のお尻についてて、そう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 、あの実況席がついてんだよね、そう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 、あれいいよね、奥にちゃんとこうスイッチャーとか、そうそうそう、バルゲルさんがその写真どっかから見つけてきてそうそうそう、俺に仕事中の俺に送りつけるんだよこれどうとかってあれね、中古でなんか2、300万だったよねそう、でも機材入れたら1000万じゃんね、そうだよね、そうだよね、うん、安いねなんつってね、まあ、いやいや俺そんなこと言ってないよ言ってない言ってない俺らがやろうかなと思ったのはさ、なんか鈴木のエブリーかなんかの軽のバンを買って、で天井にこう足台をつけてはしごつけて2人で天井から喋ろうかみたいなあったあったあった、あそれいいですね、そうそうそう、いつかやりたいと思ってる、白赤で、そうだね、うん、あのね、釣り竿の先にカメラつけてドローンって言おうかとかね言ってたんでね、あそれをやるでもそれどっかやってますよね、えどっかがそれを機材っていうか、うん、あの、うん、販売してるみたいで、この間私それ聞いて、しかも釣り竿だとかそういうあの、うん、物干し竿とかだと何て言うんですか、うん、遠征には持っていけないから、なんか遠征で持っていけるぐらいのなんかもので作ったっていうのを、うん、なんかね、どっかで聞きました、うん、なんかバスケとかそれで撮ってるみたいですよ、あのネットに引っ掛けたりとかして、なるほどね、してるっていうのみたいです。まあでもあの実況隊がやる映像はねそんなに真剣じゃないからね、そう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 もっと適当なんだよね、適当、ね、適当、あの視聴者に本当申し訳ないんだけどさ、あの本当によく俺たちの遊びにみんな付き合って見てくれてるなって感じだけどあのカレー大好きパパさんから、あの、うんうん、そもそもの動画を撮り始めた理由を知りたいです、ね、はい、パルゲルさんいい質問だよ、ね、最初はね写真撮ってたんですよ、あの動画じゃなくてね、うん、はいはい、で最近のカメラってあの一眼とかでも動画機能ついてるじゃないですか、で、はい、あこれで撮ってみようかなと思って撮って、はい、あ撮っても誰にも見せる人いないなと思って、じゃあ YouTube に上げてみようか、そっから始まってます、はい、あそうね、はい、そっから始まってます。でもあの頃のねパルベルさんちょっと変態でね、動画カメラ全部撮れないじゃん、はい、だからゴールの直前になると動画の撮影を始めるわけよ、そうだからその気がその難しいじゃんサッカーってゴールのする前ってさ、はい、だからその場面だけ撮るのが難しくて、スイッチ入れた時はもうみんなゴール閉めたら走ってたりとかしてたんだよねそうそう撮り逃したりしてね、わかります、うん、そうそうそう喜んでる姿みたいな、そう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 、そう でね、パラゲルさんがそうやって動画撮ってくれてて、で俺が結構パラゲルさんとまだ友達じゃなかった頃に、はい、あの、はい、近く行きたくて、でパラゲルさんの近くで、はい、俺いつもブツブツ喋りながらサッカー見てたのよ、そしたら、はい、パラゲルさんがそこで一人で喋ってると変な人だと思われるからカメラの横に来て喋れよって言われてで俺がカメラの横で喋ったの、
そしたらなんか実況っぽく聞こえたんだよね。そうそうそう。だからこれじゃ今後杉江さん、あ、言ってた自分の名前、ブラジルさんカメラでここで喋ってよって話になって、それが実況対談始めたよね。まあそんなレベルですよ。そんなレベルですよ。そう。そんなレベルです。だそれぞれ別にやってたら完全に変態な人だった。映像だけ撮ってこうニヤニヤしてる人とブツブツ喋ってる人。そう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 。でもこれが合体するとなんかね、世の中の役に立ってる感があるんだよね。あ、なんか不思議なもんでね。うん、面白いね。そうそうそう。まあザキパパさん、こんなて、あ、ザキパパさんでね、この質問ね、カレー大好きさん、あ、カレーさんか、ええ、あ、ごめんなさい、カレー大好きさんはあの、こんなもんなんでね、こんなもんです、あんまり真面目に見ないでね。いやでもそれで8年ってすごいじゃないですか。ねえ、まあそれは言えるね。なんでだろうね。皆さんに、まあ、パルウェル、皆さんに今から言っときますけど、時々ね、集中力が切れてね、ボール追いかけられてないことあるんだよね、うん、カメラがね。ああ、分かる分かる。その時にね、なんか、あ、カメラマン集中力切れてるとか言われるとね、なかなかね、しょげますね、あれね。落ち込んでるよ、ね、落ち込んでるんです、あれね。サッカー選手に集中集中ってスタンドから声かかるかもしれない。ちょっとね、あれ寂しいんでね、控えめによろしくお願いします。原野さん、時々実況隊に来て、ほら、解説とかしてくださるじゃないですか。あれ、しゃべってて、どうですか、面白いんですか。いや、面白い。いや、まあ、自分出るより、やっぱ聞いてた方が面白いですけどね。あ、本当に。ああ、やっぱり、杉江さん、やっぱ、ブラジルさんの、やっぱ、うん、やっぱ、なんつうんですか、サッカーと関係ない話が一番僕好きですけどね。そうですよ、それ、露骨に、お前サッカーのね、すんなよって意味だよ。もう全然分かってないんだからやめろよって感じでしょ。いやいや、なんかちょっと面白い話を、小話がいっぱい入るじゃないですか。もうあれが僕大好き。 ありがとうございます。本当光栄ですよ。 あれはな、まあ、2人のその何て言うんですか、その出会いから、うん、記念すべき第1試合は何だったんですか。どれだろう、試合目って。やっぱ2014年のあれじゃないの、ボンズ戦じゃないの。いや、第3節ぐらいの ZA ですか、あれかな、超寒かった時、山本恭平からの三沢圭一の、ああ、多分それですね。あのね、喋りが入ったのはそれなんだよね。パルゲルさんは2014年ぐらいからもう開幕のあれ、どこだっけ、琉球戦だっけ、もっと前のやつですよね。なんかあの、お、しゃべる前からあのユーストでやってたじゃん、ライブ。あ、やってました、やってました。うん、ね、うん、あ、そうですよね、うん、天皇杯とか撮ってましたね。うん、撮ってました、撮ってました。あ、そうだそうだそうだ、あの頃はまだ牧歌的だったな、撮らせてくれたもんな。そう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 、かまさに勝手にやってた。すげえうるせえもんな。いや、初めの頃ね、動画配信、うん、そうそうそう、いや、あれはいい試合でしたね。うん、3対1ですよ、あれ。あれ結構苦労した勝利で、うん、なんか米山さんと俺、うん、勝ち点3取るの大変だなって言って帰った覚えがありますもんね。わかるわかるわかる。あれ、まさき怪我したんじゃなかったかな、あの試合確か。え、あれだ、あの試合で突然十字やったんですよ、確か。あ、そうだったっけ。そうでしたっけ。そう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 なんですよ。俺前にまさきさんにね、言われたんだよね、あの実況隊の動画見るの好きなんだけど、あの試合だけはちょっと自分で未だに見れないとかっつって。ああ、本当に申し訳ないっつって。うん、いや本当になんかモザイクでも入れましょうかっつったら、冗談なんないからやめてくれって言ってたけど。でもまさきはパルゲさん、玉であのボレーシュート決めたじゃないですか、すごい。はい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 。あのシュートは、ね、何度も見てるはずですよ。あ、見てる。まさきさんのミドルね。繰り返し見てると思いますよ。で、あなたすげえ澄ました顔でさ、俺笑わねえぜって感じでさ、こうやってね、人差し指上げてね。そうだ、当たり前だろうみたいな顔しててね。そうだ、そうだ。
もう 顔にやけてるくせに顔笑わないように我慢してるなって見ながら思ってた。まあでも正木選手もいい、正木さんもいい選手だったね。あのパラゲルさん、あの2021年なんですけど、はい、配信プラットフォームってもう決まってるんですか？一応1回切れますよ。お、あと5、あ、本当だ。さあ、復活しましたね。今週毎週23今配信中です。マリさんがあ切れるよって言いながらこうゴボゴボゴボゴって溺れてしまった私たちです。あの、はい、出席取ります。マリさん、はい、はい、パルゲルさん、はい、はい、GM、 はい、はい、みんな揃ってますね。はい、あの無事復帰しました。ありがとうございました。あの今日も気がついたらあの30分の壁とっくに乗り越えてて今60分の壁だったんですね。失礼いたしました。そ、はい、あ、そうそう、それでごめんなさい。あと4分で、あれですよ、です、やばい、無理だ、大丈夫ですか？そうですよ。じゃあ締めて、じゃあ配信プラットフォーム2021年、なんか決まってるんですか？今年は、うん、アウェイの試合はあの基本マイク上、うんうん、今まで通りで、はいはいはい、エドリクみたいな場合はうん、YouTube ライブに変えようかなと思ってます。 YouTube ライブ、とうとう実況タイムも、はい、お、ちょっと YouTube ライブはあの機材がたくさん必要なんで、あの、うん、エトリックみたいなあのいろんな準備ができるところだけ YouTube ライブにしようかなと思ってます。あ、そうですね、電源もありますしね、はい、パレゲル頑張れ、よろしくお願いします。あの、はい、あの機材困ったらあのオペレーターマリさんできるから、はい、映像系も音系も大丈夫だから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます、よろしくお願いします。パラさん、今年の言いながら隣で喋ってる YouTuber ついにパラブレさんが YouTuber に、おめでとう。私が YouTuber なわけじゃないけどね。うん、出るのは選手の皆さんですので、はい、あ、まあそうだね、はい、さあ、12時、には終わるかなと思ってたんですけども、ちょっともうちょっとかかりそうだな。さあ、じゃあ本日最後のコーナーに行きましょうかね、はい、よろしいですか皆さん。はい、さあ、本日最後のコーナーはですね、南葛 SC との一戦を控えてということで、期待の隣町決戦、楽しむポイントはあるのかなとかっていうことなんですけど、今日はもう、はい、一言、隣町ダービーの呼び名をここで考えようという感じなんですね。あの原野さん、原野 GM、 東京カップの初戦、はい、南葛 SC との、まあ、試合になります。あの先日浅田さんがね、あの電話出演してくださいましたけど、この初戦について何かこう期待するものとか、見どころなんかあります？原野さんの中で見どころですか？見どころは、うん、まあね、俺たちが勝つところ、いや俺たちも勝ちたいですけどね、うん、まあ何しろなんかね、せっかく隣町さんなんかね、いい試合がして、なんか盛り上がれば、2021年このねコロナでなんかちょっと雰囲気がね、オリンピックもこんな感じだし、なんか盛り上げたいですよね、うんうん、ね、ぜひそうですよね。で特にほら、あの今回も観客なしじゃないですか、お客さん来れないじゃないですか、うん、せめてね、はい、あの実況配信とかあの動画でね、皆さんこう感情移入できるようなね、そういう楽しいあのこうバックグラウンドとか雰囲気作りたいですよね。ですよね、確かに、うん、ちょっと確認しておきます。はい、あの多分南葛さんもね動画配信すると思うんですよ。でうちらも多分やれると思うんで、あのぜひね、あのその視聴数対決前回負けたんでね、今回23のファンの人たちに頑張ってほしいと思うんですけど、何のこっちゃさあ、そんなね、あの両チームの対決なんですけど、まあ隣町ダービーっていうのもね、こうなるべくこう毎年1年に何回かあると思うので、あのこう皆さんの記憶に残るようなね、こうキーワードを作りたいなと思ってて、でやっぱりダービー名っていいんじゃないって話に なったんですよ、僕らの中でね。それで、あの例えば、お隣浦安さんとはね、江戸川クラシコっていう名前がだんだん定着してきて、これもツイッターの中でね、皆さんのこういうあの確かあの、浦安さんの提案でね、ツイッターでアンケートかなんか取ってね、
で江戸川クラシコっていうのに決まったんですけど、まあどういう決め方か分かんないけど、とりあえずうちらでもね、あのこのダービー名作ってみたいなと思ってます。でね、ツイッターの中でね、あのちょっとあの書いていただいた方が何名かいまして、募集かけたんですけど、あの川上和之さんという方がですね、なんだっけな、はい、地域密着江戸前中川クラシコっていうのはどうか、はい、長すぎるかということでね、あの奥道スポーツセンターが中川沿いなんで、まあ、そこから来たということですね。それから U11 さんという方が、カンナナダービーってどうですかと、まあ、今カレー大好きパパさんもカンナナダービーでって言っております。あ、カレーさんも何、カンナナが面白いと、はい、カンナナダービーでって言ってました。なんか道路っては初めてだね、 J リーグでも道路はないよね。ないですよね、甲州街道ダービーとかってないもんね別にね。だいたい川ですね、川崎言われれば川だよね確かに。原野さん、なんかこういうダービー的なこういう案ってあります？いや僕もだからなんか変わった、うん、変わった、なんかこの23区内でのなんかいいですよね、うん、こういうカンナナとか、うん、シャトルセブンダービーってこれめっちゃ俺なんかザキパパさんのこれシャトルセブンってバス走ってるんですよ、はい、この縦のラインで南北の、はいはいはい、南北に電車が走ってないんですよ。要は南北はもうこのカンナナを使うしかないんですよ、要は、まあ、他の道もあるんだけど、はい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 、だからこのシャトルセブンっていうのがあって、いろいろだからここカンナナの7なのかな、いや多分そうですよこれ。あ、なるほどね。ああ、でこれ地元の人はシャトルセブンって聞くと分かるの、そのバスのだって。いや多分もうみんなもうシャトル行くよみたいな感じじゃないですか。本当かよ。なんかやっぱチャラいな。でもシャトルセブンダービー僕も見たことあるんですけど乗ったことはないんで、すみません失礼します。へー、あでも悪くないですね、新しい感じで、いや新しい感じがしますよね、うん、あんまピンとこないって真帆さんから言われてますけどね。でもカンナナだとなんか申し訳ないけど、こっちのカンナナもあるじゃないですか、世田谷のイメージのカンナナとか、なんかカンナナってこうあるから、うん、なんていうんですか、そこで使っちゃうのもなっていうのがちょっとイメージとして、そうだよね、カンナナはなんか、うん、それぞれのカンナナがあるから難しいなとは思って、うん、だったらシャトルセブンの方がなんかこうそれっぽい、その場所ね、路線のそのところを走ってるバスって感じだもんね。うん、なるほど、ね、ただプリオベッカ線もシャトルセブン乗っていきましたって書いてあるので、東京 23FC ファンさんが、なるほど、うん、難しいんだよねこれ結構ね。えパルゲルさんさ、あの、はい、あごめんね、あのパラギルさんのこの地元だとゼルビアとかある、はい、失礼ごめんなさい、ゼルビアとかあるじゃない、はい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 、やっぱこういうなんかあのダービー名とかあるの、お隣の相模原とやるときは、相模原とやったときは何だか忘れましたけど、うん、武蔵野とやるときに昔 JFL だったときに、うん、南北玉合戦とか言ってね、あ玉合戦、南北玉合戦、あとは玉ってなる、玉、うん、玉、玉地域のね、玉地域の玉ね、あとはヴェルディとやるときは東京クラシコ、おおかっこいいね、あいろいろありますよ、え、なんかあるこの、 あの東京葛飾とのダービーでこうパラゲルさん的にこういうのどうみたいな、いやもうちょっと広くしてもいいかなと思ったんで、あ台東区とかね、江東区とか墨田区を巻き込むために、うん、あの東京スカイツリーダービーでもいいかなと思ったんだけどね、おおなるほどね、モニュメントできたか、そう、あなんかあの書き込みにも新小岩駅争奪戦ってどうですかって書いてあるけど、書いてありますよね。あれ新小岩駅ちょっとね思いました、小岩はどっちに入るのかなって、そう私も思ってました。これなかなか面白いですよね、新小岩って江戸川区だっけ、で小岩が葛飾区だっけ、なんか違うんだよね、
そう新小岩は泣き別れなんで確か江戸川だったの気がする。確かに友達が江戸川区に引っ越したって言ってたんで。新小岩駅は葛飾区にあるんですね、うん、あ新小岩が葛飾か、ね、あなるほどね。だけどマリさんなんかあるこのダービータイトル。え私すすあの下町あほら、うん、足立区と何でしたっけ、あ葛飾区と江戸川区で下町三兄弟って言われてたっていうのを見て、うんうん、下町兄弟対決みたいなのを考えたんですけど、あどっちが兄だと思って、それはそれでダメ感があるなじゃあ勝った方がお兄さんみたいなねそう、うん、とかね、ちょっとなんかちょっとこういいかな、なんか小江戸ダービーとかそういうイメージ。あー小江戸か、小江戸でもなんか川崎が、うん、あ川崎じゃない、あ川越が出てきちゃうな俺。そうですよね、そうですよね、うん、それが下町って感じがイメージがいいなと思います、うん、その下町三兄弟っていうちょっとネーミングにちょっとハマってしまったんで。なるほど、僕もねマリさんの下町ちょっと今グッときました、うん、あの杉谷をちょっとお伝えしますけど、もともと僕は、ね、東東京リバーサイドダービーっていうやって勝手に あ,、うん、あのこう盛り上げてたんですけど、あの前回も話したけど南葛の GM の岩本 GM にですねダサいねって言われてね、ダメ出しを一回食らってるんですよであの春野さんからは長いねって言われてこれをダメ出しを食らってるんですね。だから今回もしあの出すとしたら、まあ東京っていうとあの辺ね、あの 上東は下町だから、まあマリさんの案に半分乗っかって東京下町ダービーっていうのもいいかなとかね。で副題で東京下町ダービーでかっこリバーサイドを駆け抜けるとかってちょっとね、あの川関係を雰囲気をそうそうしようかななんて思ってます。さあここまで聞いて原野さんなんかある？原野さんはさっきなんだっけ、シャトルセブンだっけ、シャトルセブンダービーだっけ。いやだからなんかもう、うん、なんか全然もうみんな何それっていう感じのやつがいいですね、うん、もう他の人が聞いたらっていう感じの方がなんかぽくていいような感じがしますけどね、うん、わかりました。あの来週あの皆さんあの宣伝なんですけど、来週あのこのツイキャス の毎週23にね、南葛 SC の浅田さんが出演してくださいます。あの電話じゃなくてちゃんとねコラボ参加でしてくれる予定になってますので、その時にですねこの、ダービー案を23はこういうふうに思ってますってことをぶつけてですね、向こうがどう反応するかっていうのもちょっとやりたいと思います。それから、サッカー以外全部対決ということでね、江戸川区 と,、葛飾区のね、いろんな自慢をねしていただきたいと思ってますね、葛飾区代表は浅田さん、そして江戸川区代表は、原野 GM と、また真帆さん、地元の、ね、サッカー女子真帆さんに来ていただいて、お互いにこう地元自慢をしながら、マリさんに最後に勝敗を決めてもらうというなんかそれはちょっとアンフェア、中立の中立の立場で、中立の、まあでもいいじゃん、いや来年の JFL 昇格と同じですよこれは乗り込んでるからね。まあでもその翌週僕があのどうも向こうの番組のね裏の方に参加させていただけるみたいで、そこできっと帰るうちに会うんだなってのは分かってるんですけどねまあそんな感じでちょっとまたこの後毎週23のね皆さん LINE の中で少しダービー名をねいろいろコネコネしてね来週に向けていきたいと思いますんで、皆さんぜひ、お楽しみにしてください。はい、さあ、エンディングになりました、10分のオーバーで、なんとか番組が12時10分までに終わりそうです。うちの受験生はもうすでに寝ようとしてまして、早く終われよ親父って顔で今見てますけどさあ、もうそろそろエンディングになります。原野さん今日番組終わりですけど、何かこう視聴者の方に伝えたいこととか語り残したことございますか。いやちょっと10分オーバーだけが気になりますねあすいませんロスタイム入っちゃいましたはい、じゃあもう早く原野さん、いやいや僕もだから今度から、いや全然長くてもいいんですけど、うん、僕はもうやっぱ、はい、60分でやっぱ去るっていうパターンにしようかなと思って。わかりました。はい。
12時になったら猿の寝ると男寝落ちね。そうそうそう、もう受験生と一緒ですよ気持ちは。あ、もうすいません、あのすごいすごい目で僕はブラジルさんを見てますよ今。すごい目で、あ、ごめんごめんごめん、明日早いんだもんね。だから、だからさあお送りし、僕は、いや全然続いて大丈夫なん で、うん、で僕もあの、うん、やっぱこう毎週23やってて本当あのみんなに聞いてますからって言われるからちょっと本当にあのスポンサーさんとかにも言われちゃってるんで本当に。あ、よかったですね。だからこの60分僕命かけてますんで、はい、あの、あ、ありがとうございます。頑張ってやります。でよく考えたら、はい、どうぞ、はい、30超えないじゃないですかなんだかんだ言って。あ、まだね今日18か。 で、ね、18でも増えてきたね。だからなんかあのよく考えたらあの東京23のはい、オフィシャルのあのツイッターでこれを告知してもらえてないんですよ、うん、やっぱり。ああ、なるほど。もう相手にしてくれてない。それやっぱ何、番組内容に問題がありってこと。そう多分だからクラブが止めてくれてないんですよ。GM 出てるやっぱり。どうやったら認めてもらえるのかね。いやだから僕ねあれだと思ったけど10回やっぱ継続しないと思ってるんですよ多分。これだから今何回ですかこれ。今日は5回目かな。あ、今日6回目だから。で10回記念の時はあのギリ、はい、あれしてもらいましょう、告知してもらいますから。だからいいです、ね、それまでちょっと10回記念だからそこまで認めさせるようなちょっと内容をちょっと頑張っていって、はい、いけば、はい、なんか増えそうな気がしたんですよね。はい、わかりました。時間制限と内容ね、はい、そう。そしたらなんかあれですよね、なんかうん、もうちょっとあんまやってること知らないんじゃないですかね。知ってるのかね。まあそうです。いや多分そんなにまだまだまだだと。ですよね。だから10回頑張っていきましょう。はい、頑張ります。なんで、はい。はい。だから来週もちょっと気合い、来週浅田さんとの対決ですか。なんですか。そうです。よろしくお願いします。江戸川区対決。いいネタいっぱい仕込んどいてください。え、どういうネタを用意していけばいいですか。明日あの後で LINE します。だって俺早く終わらせてあげたいのに原野さんがぐだぐだ喋っちゃうから終わらないよ。長くなる理由がよく分かったな。思いを伝えとかないとやっぱダメだなと思ったんで、やっぱこういうのしっかりと。そうですね。まあでもリスナーの皆さん来週あの葛飾区 VS、江戸川区ぜひねお楽しみください。はい、時計が目の前に落ちてきました。家族から早く終わらせろっていうプレッシャーです。さあお送りしてきた毎週23終わりの時間です。今夜の出演者はまずマリさん、ありがとうございました。パチ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 。さあそしてパルベレさん、ありがとうございました。パチパチパチ、ありがとうございました。はい、で多分もう寝落ちして枕に入っちゃったかな。原の GM ありがとうございました。パチ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 。いやいや、ありがとうございました。はい、そしてあとリスナー最後までね聞いてくれてた視聴者の皆さんにも本当にありがとうございました。パチ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 。さあ来週も水曜日夜23時にツイキャスライブでお会いしましょう。皆さんそれではゆっくり眠って明日また頑張ってください。さようなら、ありがとうございました。はい、パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。